SR-71 ブラックバード NASA の SR-71BSR-71 はロッキード社が開発してアメリカ空軍で採用された超音速高高度戦略偵察機である。相称はブラックバード。最高速度はマッハ3を出すことができ、有人実用ジェット機として最も速く、2020年現在に至るまで記録は更新されていない。 開発は1950年代後半から1960年代にかけてロッキード社のスカンクワークスによって極秘に行われた。初飛行は1964年12月11日、1967年5月31日実戦投入。沖縄、カデナ飛行場にも配備された。その異様な形状と夜間に出撃することから現地ではハブと呼ばれていた。 SR-71 は1950年代に開発された偵察機 A-12 を改良したもの。U-2 偵察機の後継として設計、開発された。高高度での亜音速巡航中に地対空ミサイルを被弾した U-2 撃墜事件を受けて、高高度で M3 級の超音速飛行を行うことで、ミサイル迎撃を回避することを目標とした。 タンデム複座の前席に、パイロット、後席に、アースが登場し、航空からの写真偵察を行う。SR-71 は、超高速飛行に特化した従来にない得意な、外見と内部構成により高高度での超音速、巡航飛行を実現したが、飛行に際しては高度な技術、敵地上空を飛行するリスクと、膨大な費用を要するため偵察衛星技術の、 工場により1989年の退役決定後、前期が退役した。その後湾岸戦争において、迅速な情報収集には、偵察衛星では足りなかったことや、北朝鮮による核査察拒否問題が起こったことなどから SR-71 復活配備計画が持ち上がり、1995年には3期の SR-71 を、 復活配備するための予算が計上され、1996年に新 SR-71 部隊を編成し1997年には即応体制完了を発表した。しかし1998年に当時のビル・クリントン大統領によって拒否権が発動され、復活配備された SR-71 は計画通りの3機が揃うことも実際に運用される。 こともないまま再度退役している。同じく1998年に NASA で試験機として運用されていた SR-71 も退役したが、モスボール状態で保管された一部の機体の再配備の可能性もある。当時 CIA が開発した偵察機である A-12 の潜在能力に気づいた空軍は、1962年12月、その派生機開発を依頼し、 ロッキードによって R-12 と命名された。後に RS-71 と正式に命名されるが、これは B-70 からの連番によるものである。爆撃機仕様の B-70 の開発段階において、偵察爆撃機としての計画が提案され、RS-70 の命名が与えられたため、本機にはその次の番号が与えられた。 なお空軍は A-12 の戦闘機仕様の開発を依頼し、こちらは u 1 2と元となった機体と同じ番号が付与されている。1964年7月、大統領リンドン B ・ジョンソンは空軍が開発中の最新鋭偵察機の存在を公表することになったが、偵察爆撃ではなく戦略偵察の命名を好んだ空軍参謀総長。 カーチする名によって、この大統領発表の直前に RS-71 から SR-71 に命名が変更された。このエピソードは、大統領の言い間違いのせいで空軍が命名変更を指示し、2万千枚の図面と書類が修正され、その結果数千ドルの余計な費用がかかったなどという、逸話としても広まっているが、ジョンソンの文書を精査した空軍大佐で、 第9戦略偵察航空団の司令官を務めたリッチ・グラハムによると大統領演説の原稿と録音物では3箇所で正しく SR-71 となっていたのに対して報道陣に配布された発表概要ではこの部分が異なっていたために即記間が RS-71 を聞き間違い書き誤ったためにこのような逸話が生まれたと結論された NASA の SR-71SR-71 は1976年7月28日第9戦略偵察連隊機により時速 3529.56km という実用ジェット機としての最高速度記録を出している。また1990年にはアメリカ西海岸から東海岸までを67分で飛行するという最速記録も出している。 これだけの速度域では空気自体の圧縮によって生じる断熱加熱により機体表面温度は摂氏300度を超えて部分によっては摂氏700度近くに達する。こうした高熱に対する対策のためにいくつかの得意な基軸が盛り込まれている。SR-71 の機体は全体の93%にチタン合金が使用されている。これは 通常航空機で使用されているアルミニウム合金では蒸気の温度で強度が低下してしまうからである。当時は、シタン加工については未成熟な段階だったため、手探り状態での開発であり、当初、部品のぶどまりは10%程度だったとも言われている。SR-71 以前の航空機でシタン合金の使用は、排気口のフェアリング、補強や冷却のためのパーツ、 高温部分の成形品などのごく一部の使用に止まっており、SR-71 以降は、繊維強化プラスチックなど複合材料や新素材の使用が増加したため、チタン合金使用率は SR-71 が群を抜いたものとなっている。さらに、高温下での熱膨張を考慮し、機体外装パネルにわずかな隙間を意図的に開ける設計としている。そのため、 地上で機体温度が常温にある間はパネルの隙間から燃料が染み出すため床には受け皿が置かれた。復活配備の際には技術者はこの燃料漏れ対策に苦心したとも言われる。こうした高熱対策は機体構造だけでなくタイヤにも必要で耐熱性を持たせるためアルミニウム粉を混入した特殊なタイヤが使用されている。s r の燃料も こうした高温対策の一環として、通常のジェット燃料に比べ摂氏60度という高い、因果点を持つ JP-7 を使用する。そのため、始動時及びアフターバーナー添加時には添加剤として、トリエチルボラン数十 cc の噴射を行う。燃料はエンジンにて燃焼させる前にまず機体を冷却させるために循環し、その後熱交換により高温になった燃料が、エンジンに送り込まれる。 オイルに至っては、常温では、固体となってしまう製品を使用している。そのため飛行には、最短でも24時間前から準備をしなければ、ならなかった。SR-71 のエンジンの、動作プラットホイット 2J58 が2機、搭載された。エンジンの前後及びエンジンの途中には、複数のバイパス扉が設置されており、飛行中の速度によって、それらの開閉は、 制御されている。またエンジンシステムの最前部に装備されたスパイクコーンも電子制御で前後に駆動され、スパイクコーン先端で発生する衝撃波によって効率よく空気の圧縮がなされるように調節される。マッハ3.2の飛行中であってもエンジン燃焼部で発生する水力は全体の10%に過ぎず音速を超えた飛行時の水力の大半は アフターバーナーで発生している。ターボファンエンジンにおいて、このような現象が発生することは珍しいことではないが、中でもバイパス比が高いことが特徴である。なお、燃焼されずにバイパスされる機体は、9段ある圧縮機のうち4段を通過する。非燃焼機体は、圧縮機を完全に迂回するわけではないので、当エンジンは、ターボジェット統合型ラムジェットエンジンではないとされる。 エンジン内空気流制御装置を制御するハネウェルコンピューターシステムは定期的に最新のものに更新されており特に1980年代後半のデジタル化による飛行状況のコンピューター制御機構との統合により効率的で安全な飛行を実施できるようになったという手動飛行時にも機体の揺れを補正するために8チャンネルの自動安定装置を働かせる 収益当時のアナログ制御では、スパイクコーンの制御の失敗による大きな衝撃の発生のために飛行が不安定になるだけでなく、フレームアウトを併発することもあった。フレームアウト後の再始動は可能であるものの、左右のエンジン間隔の広い本機では、始動を終えて出力が安定するまで大きな当てだを必要とした。SR-71 が高速を発揮できるのは、 大気密度が低い高高度領域の話で、高度1万メートル以下では、多くの戦闘機に及ばない。機体強度も弱く、バンク角度は45度が限界で、背面飛行はできない。また、飛行特性は、神経質であり、乗員は特別な訓練を必要とした。危険な任務に従事してきたにもかかわらず一機も、撃墜されたことがないが、上機のフレームアウトや、 操縦の困難さにより着陸の失敗といった事故で多くの機体が失われている。SR-71 はステルス性を高める様々な試みがされている。放熱効果を高めるために採用された機体全体を覆う表面の黒い塗料にはフェライト系といわれる鉄粉が混ぜられ、機体表面はノコギリ状にされ、ブレンデッドウィングボディとダブルデルタを併用した。 のっぺりとした外見にもレーダー電波を乱反射させる効果がある。機種には、チャインと呼ばれる張り出しを設けて、垂直尾翼は内側に傾斜させている。エンジン噴射炎のレーダー反射を抑えるために、燃料には、セシウム化合物を含んだ、添加剤 A-50 を配合している。当時としては、画期的なステルス性能を持っており、沖縄から離陸した s r 十一が、 那覇空港のレーダーシステムから一時的に消失することも確認されている。一方、パイロットによる電柱のようなミサイルが飛んでくるのが見えたというレポートもあり、旧ソビエト領空を飛行中にも地上の地対空ミサイル施設から頻繁にレーダーロックされ実際に何度も対空ミサイルの迎撃を受けている。以後、これらのステルス技術はスカンクワークスによって マイナス -117 へと引き継がれる。AG330 指導機 SR-71 の全席コックピット KC-135 級から空中給油を受ける SR-71 レイズの試験を行う NASA の SR-71 通常離陸の24時間前より準備が始められる。高い耐熱性を持った常温で固体のオイルを使用するため エンジン指導には整備員の周到な準備を必要とする。エンジンが旅客機に装備されているものと同じで自力指導はできないため、機体下部のタービン駆動用シャフトにより外部から指導させる。通常の航空機に使われる機動車ではなく、ビュイックワイルドキャットなどに使われる7リットル V8 エンジン2機で構成された指導機を搭載した AG330 指導機が用いられた。 強力なエンジンを2機同時に起動するため、凄まじい排気騒音が発生した。また、AG330 始動機は自走できないため、牽引する車両も必要である。燃料は通常の点火プラグでは着火しないため、エンジンを回転数 3200rpm になるまで予回転させ、そこで燃料とトリエチルボランを噴射して着火するという手順が必要になる。このため、 回転数の監視員も必要であった。点火時には手部の燃焼に伴い特徴的な緑色の炎が出る。コクピットは予圧されていたが高高度の飛行には不十分であり、またシート射出時の乗員保護のために乗員は高度余圧服を使用していた。このスーツは NASA の宇宙服に似た構造で着用には他人の解除が必要だった。 機体に搭乗後シートベルトを締めるのにも解除者が必要である。弱っ腹が損傷等で急減圧が起こると、体外の空気の減圧により気泡が生じて血液の流れが阻害される空気側線という症状に陥ることがある。この症状の予防のために着用後は搭乗前まで十分な時間をかけて100%の純酸素を呼吸し、 血液中の窒素を追い出す必要がある。排泄物はおむつを着用して対応する。弱腹は高高度を飛行する作戦任務用であり、基地間の移動など高高度ではない飛行任務の時には通常の飛行装備でも運用された。上述のように高温対策のために設計された機体は地上で冷えている時には シールに生じた隙間から燃料が漏出するが、JP-7 の引火点は高いのでマッチを落としても引火することはない。とはいえ燃料をあらかじめ搭載するとどんどん漏れてしまうので、安全のために離陸に必要な分だけを搭載する。離陸後、高度3000メートル付近で専用の給油機により空中給油を行う。給油終了後、 アフターバーナーに点火して高度1万メートル付近に急上昇し、ここで重力を利用した降下によって、マッハ1を超えた後に偵察飛行の任務に就く。任務上、アクティブレーダーは使用せず、転速工法を併用した全自動完成工法を使用する。また作戦中はトランスポンダーを停止して、味方のレーダーシステムからも姿を消すようにしている。 偵察任務で常用するマッハ3の速度域での最小旋回半径は 100km 以上にも達するので目標上空の最高杉は実用上不可能である。超音速飛行中は断熱圧縮による熱で気体が加熱されて外反が熱膨張し隙間が塞がって燃料は漏れなくなる。人して基地に着陸する前に基地の周囲を低速で旋回することが多いが、 これは着陸後の機体整備を容易にするために機体を冷却する措置である。低速安定性の低い機体形状からか、着地スピードは高く、設置後にドラグシュートを使用して減速する。最初の配備は1968年3月21日、沖縄のカデナ基地である。配備されたのは、シリアル番号十一から百七十六の機体で、その後、ミューザフ、 The National Museum of the United States Air Force に展示されている。カデナ基地から SR-71 は北、ベトナム、ラオスなどに対しての偵察ミッションを週1から2回の割合で実施した。最も頻繁に運用されたのは1972年で、ほぼ連日運用された。1990年代にも3551回もの偵察作戦に従事している。 しかし、機体の特殊性ゆへの運用コスト高や、偵察衛星の進歩により、アメリカ議会で、その高コストは、軍事費削減の格好のターゲットになった。1990年1月には、カ手ナ基地から姿を消した。一部の機体は、研究目的で NASA にも供与され、再使用型宇宙を換気レイズの実験などに、使用され運用停止や復活を経た後に、 1998年に正式に退役した。1999年10月9日最後の記念飛行が行われた。A-12 の全面 M-21 の上に、乗る D-21A-12 は、極秘で設計製造された CIA の偵察機。SR-71 の基礎となった機体で、乗員は1名。SR-71 は、 ロッキード・マーチン社のスカンクワークスが開発したが、同じ部門で2013年現在、SR-72 と呼ばれるマッハ6で飛行できる極超音速機の開発が行われている。この機体は2030年までには運用可能となる構想。ありがとうございます。